はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、阪神タイガースと読売巨人軍のですね、ローテーション、先発のローテーションのピッチャーを比較していこうかなというふうに思ってます。はい、もうさっき結論を言っちゃうんですが、まあ昨年と比べましてタイガースに関しては、まあ安定して、ローテーションピッチャー、運用できてるんだけども、昨年の圧倒的な数字と比べると今現状では、調子が出せてないピッチャーも僕はいるんじゃないかなというふうに思ってます。で、反対にジャイアンツに関してはですね、ローテーションピッチャーしっかり揃っていたんですけども、まあ外国人選手のまあ離脱なんかもありまして、まあそのローテーションのピッチャーが編成というかね、再編成された中、非常にこの新たにね、起用されたピッチャーが、まあ非常に躍動してるというか、しっかりその穴を埋めてるという形で、離脱はしてるんだけども、しっかり代わりのピッチャーが埋めてくれたことによって、非常にレベルの高いローテーションピッチャーを現状組めてるんじゃないかなっていうのは僕の結論でございます。じゃあ、はじめにですね、タイガースの方からちょっと見ていきたいなというふうに思ってるんですが、まあローテーションというのは、まあだいたい月曜日が休みなんで、まあ6人でね、こういう風にこう先発ピッチャーをぐるぐる回していく、まあ3連戦じゃない時もあるので、少しね、曜日がずれたりとかそういうところはありますけども、現状ね、まあ阪神タイガースっていうのはまあ6人、まあプラスまあ1人ぐらいでね、回れてるっていうところが現状だと思います。で、上から言っていきますとね、青柳投手、大竹投手、佐伯投手、村上投手、伊藤投手、西勇輝投手。まあこれがね、基本形の順番もそうですし、形になってるんじゃないかなというふうに思います。まあ今言った6人の中で特に調子がいいっていうのは、やはり、佐伯投手かなというふうに僕は思ってます。まあ村上投手もね、まあ勝ち星こそ2勝2敗というところがあるんですが、まあ、防御率が今現状で 0.88 というところで、おそらく確かセリーグで唯一の0点台だったと思うんですけども、非常にね、まあ2勝2敗というところで、まあ2敗はしてるんだけども、防御率というところで見ると非常に素晴らしい数字を出しているというところです。で、まあ佐伯投手ですけども、4勝1敗というところで、まあ防御率も 1.60 というところで、まあ村上投手からすると防御率は少し上になるんですけども、それでもね、4勝1敗で 1.60 っていうのはすごい数字だと思います。先日もね、DNA かなっていうところを完封しておりまして、非常にね、素晴らしい投球ができていると。で、ちょっと心配なピッチャーがですね、まあ大竹投手と、まあ伊藤投手ですね。昨年、タイガース優勝しまして、非常にまあこの二人も非常に、まあ圧倒的なピッチングをしてたというところありましたけども、現状その大竹投手で言うと 3.82 防御率、3勝2敗というところで、伊藤投手に関しては 4.26 というところで、2勝1敗という形になってます。で、まあね、伊藤投手見ていきますと、まあその4月17日にジャイアンツ戦で登板してて、 6回を無失点というところで、勝ち星上げてるんですけども、まあ通算というか、今回の今年のね、全成績見ましたけども、結構ね、点を取られてる試合が多くてですね、まあその、広島戦とこの間の DNA 戦でも結構大量な得点を取られてまして、ジャイアンツ戦では非常にいいピッチングしてるんだけども、他のチームに対して結構こう打たれてるっていうのがあるので、もしかしたら昨年ね、すごくいいピッチングしてたんで、他球団のね、研究がされてるのか、狙い球を絞られてるのか、もしかしたら癖を盗まれてるとか、そういったこともありますし、まあ岡田監督のコメントなんか見ても、まあ球が高いよというふうなコメントもありましたが、やはりまあそういった調子のところも、まあ結構ね、今年に関しては結構ばらつきがあるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ青柳投手もね、3.34 1勝2敗で、ウィップに関しても 1.36 で、西勇輝投手ですね。西勇輝投手は、現状今2試合、ジャイアンツ戦に登板しておりまして、4月18日、8回1失点。
で、5月4日も投げまして、7回、無失点というところで、どちらもね、菅野さんと投げ合ってるんですよ。で、まあ非常に、まあ防御率も 1.27、0勝1敗なんですけども、非常に、まあいいピッチングをされてるなっていうところは非常に印象にありますと。で、先ほど、まあ6名プラス1名ぐらいで今回せてるっていう風な言い方をしましたけども、その日1名っていうのはですね、門別投手ですね。門別投手、まあ防御率が 5.14 で0勝1敗という形になってますけども、その1敗というか、1回投げたのは、これジャイアンツ戦だったんですよね。これも5月3日、3回6失点というところで、まあその長嶋茂雄デーですかね、っていうところで、まあ、登板させるよっていうふうに岡田監督おっしゃってまして、で、実際登板、したんですけども、まあ、3回6失点というところで、まあ、降板して、負けがついてるというところ。まあ、門別投手の、まあ、印象なんですが、まあ、オープン戦とか非常に期待されてまして、まあ、僕自身もいいピッチャーだなというふうに思って、このチャンネルでもね、動画を撮らせていただきましたけども、やはりその球の速度っていうのが、この間ね、ジャイアンツ戦に登板した時っていうの、結構遅かって、143とか4ぐらいだったんですよ。で、僕が見てたオープン戦っていうのは150キロぐらい出てたんで、それはね、球がそら6キロ遅くなってたら、そらなかなかね、バッターの対応も変わってくるというところで、まあその球威を取り戻すとか、まあコントロールは、ね、別に悪くないかな。少しまあ変化球が甘く入ってたかなっていう印象はありましたけども、まあその、そもそもがそのまっすぐの力が弱いというか、まあ、球の速度自体があまり出てなかったんで、ジャイアンツ打線も対応しやすかったんじゃないかな、というふうに僕思いました。で、まあ、その、個人的にはね、非常にこう、この、今言った挙げた7人のピッチャーの中で、まあ、その、西勇輝投手ね、西勇輝投手になんかやられてるというか、結構点取れてないなっていう感じはしまして、まあ、実際見てもまだ1点しか取れてなくて、15イニングで1点しか取れてなくて、まあその、菅野さん投げ合ってるんでね、非常に点がこう、なかなか入らないっていうところがありますけども、コントロールがめちゃくちゃいいよね。マジでめちゃくちゃいい。はい。まあ他のピッチャーもね、みんないいんだけど、まあこの、特にこの西勇輝投手っていうのは、まあジャイアンツはタイガースを見てる中で言うと、非常にコントロールいいし、シュートボールというかね、シュートというところを非常にうまく使って、まあ右バッターのインサイドをうまく使って、外にはカットボール、スライダーというところで、うまく横の幅を使って抑えてるなっていう感じはあるので、まあ今後もね、これから対戦は何度もあるでしょうから、そこをね、どのように、ジャイアンツ打線は攻略していくのか。どちらかというと、まあ、横の揺さぶりっていうピッチャーなんで、まあ、インサイドのシュートを狙っていくのか、そのシュートの後に来るスライダーを踏み込んで打ちに行くのか。それはちょっとわからないですけども、そういうね、対策を次、見てみたいなとも思っております。じゃあちょっとね、ジャイアンツの方行きたいと思うんですが、ジャイアンツに関してはですね、まあ、ローテーションピッチャー、まあ、6人いまして、まあ、先ほど出たように、まあ、離脱がありましたというところで、まあ、3名ぐらいね、6名プラス3名ぐらいが、今ね、現状で先発を行った経験があるというところです。で、順番、見ていきますとね、戸郷、グリフィン、高橋礼、山崎よりメンデス、菅野というところで、まあ、これがね、ローテーションの、まあ、6人というふうになってるんですけども、まあ、グリフィン、メンデスがですね、グリフィンが4月8、8日に抹消、右腹直筋、筋損傷というところで、今現状もファームにいますと。で、メンデスもですけども、4月4日に抹消されてますと。で、これも、4月3日、前日の中日戦で4回4失点。まあ非常にフォアボールも多くてというところで、まあ出したフォアボールで出したランナーを全部返されたような形の、まあ非常に内容の悪いピッチング。安倍監督がね、困ったら真ん中に行けというふうなことをずっとおっしゃってましたけども、それを、まあ、それの真逆を行くようなね、ピッチングをしたというところで、まあ4月4日に抹消されてますと。じゃあ、この二人を抹消したから、どういう風なピッチャーをね、穴埋めというか、ところでやっていくのっていう話で、まあ、赤星投手、まあ、堀田投手、横川投手なんかがね、まあ、穴埋めというか、そこに入ってった、スポット的に入ってったというところです。まあ、9連戦というところもありましたんで、非常にね、ピッチャーのやりくりっていうところは難しかったのかな、というふうに思うんですが、よくね、この、今言った3名も、まあ、うまいことね、ハマってくれましたし、これほど、まあ、先発の、なんて言うんだろう、層が、去年から増えてますから、非常に使えるピッチャーっていうのが増えてるんで、難なくね、埋められたんじゃないかなというふうに思います。で、少し成績を振り返っていきますと、まあ、一番いいのはですね、やはり、まあ、数字だけ見ると、やはり、まあ、菅野さんですよね。圧倒的ですよね。はい。
防御率 1.37 で4勝0敗、開幕無傷4連勝というところで、ウィップに関しても 0.97 というところで1イニング1人もランナーを出してない形勢になります。で、阪神戦にも投げてますけども、4月18日6回失点、5月4日7回失点というところで、まあどちらも素晴らしいピッチングができているというところで、まあみんないいんですけども、まあ高橋礼投手とかもね、まあ昨日投げてましたが、そうですよね、防御率 1.37、2勝1敗、ウィップが 1.04、うん。まあ成績はすごくいいですけども、まあ昨日のピッチングもそうだし、まあ、この間の、いつだっけな、フォアボールたくさん出した時、DNA かなっていうところもありましたけども、ちょっとフォアボールが多いなっていうところはあるんで、そんなに打たれてるっていう感じはしないんだけど、フォアボールですごくランナーを出して、まあ、ちょこちょこ点を返されたりっていうのがあるので、そこをね、なんとかできると、面白いのかなというふうに思うし、非常に今年はストレートというところをね、多く使ってるなっていうところ、高低にね、まあ、小林捕手とかも組みながら、インハイに投げ込んだ後に低めの、シンカーであったりとかっていうところで、まあ非常にそのコンビネーションがうまくいってるなっていうところはすごくあると思います。まあセリーグにもアンダースローというピッチャーがなかなかいないっていうところがあるので、まあそういったところで、まあ、なかなかこう対応もしづらくなってきてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ山崎伊織投手も非常にいいですよね。僕はこのピッチャーっていうのは素晴らしいというか、まあセンスの塊だなっていうふうに常々思ってるんですけども、まあ、防御率 1.55、3勝0敗。で、ウィップに関しても 1.08 というところで、もう安定感の塊ですね。はい。まあ、阪神戦にも投げておりまして、4月16日、7回失点というところで、まあ、まあ、どこに投げようとも、まあ、山崎投手であれば、まあ、大体抑えると思います。調子が相当悪くなければね。で、何がいいのって、何がセンスの塊なのっていうところなんですけども、やはり、まあ、総合力。まあ、何とっても一番いいというところ。まあ、一番いいというか、もう、どことってももう欠点がまずないというところ。まあ、まっすぐの強さ、で、変化球のキレ、で、コントロール、で、フィールディング、で、バッティング、で、牽制なんかもうまいし、で、抜くとこと、力を入れるところの見極め、緩急、あと、ちょっと舐めたような形でね、舐めたようなっていう方はあれですけど、緩急をね、スローカーブ投げたりとか。で、ここは絶対押さなあかんというところはギアチェンしてね、150キロ。まあ、その9回になっても150キロ出したりとか。そういったところも含めて、まあ、このピッチャーちょっとね、よく取れたなというか、よく取ったなっていうか、よく、取れてよかったなっていうところです。はい。トミー・ジョンでしてね。まあ、その、社会人に行くつもりだったんだけど、そこを無理やりというか、まあ、指名して、まあ、リハビリに費やしてっていうところはあったんですけども、本当に取ってよかったなっていうところはあります。で、まあ、エースの戸郷投手もですね、まあ、防御率 2.01、3勝1敗、ウィップに関しても 0.94 っていうところ。で、なかなかこう、まあ、3勝1敗っていうところ、まあ、いいんだけど、なんかその戸郷投手からしたら、ちょっとね、ほんまにめちゃくちゃ本調子じゃないっていうところはあると思うんですけども、それでもこの成績を出してるっていうのは非常に素晴らしいと思うし、今年に関しては、なんかそのピッチング見てて、まあスライダーっていうところをあえてちょっと多く使ってるのかなっていうふうに思ってまして、まあ、投手としてもともとストレートとフォークっていうところは特徴的で、そこが一番いいボールではあるんですが、そこをやはりそればっかりになっちゃうと、まあ読まれたりとかするんで、ちょっとね、スライダーというところ。まあ、その2球種と比べると、スライダーは優先度は低いんだけど、わざとそのスライダーというのを混ぜながら、うまくそのまっすぐとフォークっていうところを活かしてるなっていう感じはあるので、非常にね、その、投球の幅っていうのも、そのスライダーっていうのを投げてることによってね、広がってきてるなっていうふうに思うし、そのスライダーがね、フォークぐらい投げれるようになってきたら、もうすごく、いいピッチャー。まあ、例えるなら、菅野さんのスライダーとかカットボールみたいなボールをもし投げれるようになるんであればね、まあ、ちょっと投げ方で難しいかもしれないけど、非常にいいピッチャーになっていくんじゃないかなというふうに思います。で、スポット的に入った赤星、堀田、横川もですね、まあ、堀田投手なんか非常に良くてですね、まあ 0.98 防御率の今現状でっていうところ。で、赤星投手もまあ0勝3敗っていうところで、まあ結果は出てないんだけど、惜しいピッチングが続いてるっていうところ。で、防御率も 3.43 っていうところで、まあ安定はしてるんだけど、なかなか勝ちきれないっていうのはね。うん、点の取られ方もちょっとこう、微妙な点の取られ方をしてるっていうところ。で、横川投手も防御率 1.38 で1勝1敗っていうところで、まあいいんだけど、ちょっとフォアボールっていうところがね、
非常にこう、そんなピッチャーじゃないのにっていうところがあるので、ちょっとね、そこをね、ファームでやったりとかっていうところで、調整しながらもう一回ね、先発に調整していってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じですね、今日はね、タイガースの、まあ、ローテのピッチャーと、ジャイアンツのローテのピッチャーを比べていきましたけども、まあ、やはり冒頭言いましたけども、タイガースもね、ジャイアンツもどちらもね、すごくいい6枚が揃ってますと。ただ、その中で、タイガースは、今現状ね、もう誰の離脱もなく、その6名でしっかり回れてる。まあ、多少伊藤選手であったりとか、大竹投手が、まあ去年よりは調子は悪いんだけど、まあそこの、その他のピッチャーがカバーできてる。で、ジャイアンツに関しては、6名っていうのは揃ってたんだけど、外国人2人が抜けましたと。で、それでどうするどうするっていう風になってきましたけども、赤星、堀田、横川なんかがその穴を埋めたりとかっていうところができてまして、現状ね、0.5 ゲーム差の2位につけているというところで、まあそのね、非常にまあこっからが本番というか、まあ夏入ってきて、非常に疲れてくるでしょうからですね。またこういう企画やっていきたいと思いますけども、現状ね、非常にこううまくどちらのチームも先発ローテが回ってるんじゃないかなというところで、今日は動画を終わらせていただきます。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。